皆さんこんにちは。今日は読書感想ということでこの本を紹介したいと思います。今更聞けないビットコインとブロックチェーン、これ大塚雄介さんの本ですね。大塚雄介さんはコインチェック株式会社共同創業者兼 COO ということで、2018年1月にコインチェック騒動が起きた時に社長の横でなんかいろいろ喋ってたあの人ですね。記者会見でそのコインチェックの大塚さんが書いた仮想通貨についての本なんですけど、私は2017年から仮想通貨を批判しまくってきたんですけど、やっぱり仮想通貨についてちゃんと知らないで批判してもいけないので、やっぱりしっかりとね、あの仮想通貨についての本を読んで、なるべくね、仮想通貨はダメだ、そんなもの買うなんてアホらしいっていうね、そういう色眼鏡をかけずに、まっさらな気持ちで読んでみたつもりです。で、この本なんですけど、本の最初からなんかビットコインの値段がすごい上がってますよって話から入ってくるんですよ。ビットコイン相場がどんどんわーっと上がってます、すごいです、加熱してますっていう、そこから入っていくので、やっぱり皆さん仮想通貨上がってますよ、乗らなくていいんですかってねそういう感じも若干するんですけど、それ置いといて、仮想通貨の使い方とかね、取引所に登録をしてお金入れて、でビットコイン買って、でビットコインを誰かに送りたいときには送れますよってね。そんなことが書かれてるんですけど、仮想通貨は、国際通貨なんだと。つまり、どっかの国に影響を受けない。日本の影響を受けない。アメリカの影響も受けない。もうどこの国にも属さないという、そういう民主的なシステムなんですよっていう説明がされているんですけど、ただその一方で、仮想通貨の値段が上がり下がりする要因として、各国の規制やその法律改正などが影響するみたいなことも書かれてて、それ結局それって国の影響を受けてるってことじゃないかなと思いましたけどね。だってどこの国の規制も受けないんだったら、どっかの国でビットコイン仮想通貨を規制しても全く影響を受けないで、ね、カエルの面に水っていう状況でのほほんとしてられなければ、各国の規制を受けてないとは言えないんじゃないかと思いましたけどね。もう早速仮想通貨に対して批判的なその読書感想になってるわけなんですけど、あとそれからさ、一番気になったのは102ページのバーチャルなお金にどうして価値が生じるのっていう欄なんですけど、大塚さん曰く、お金、つまり日本の円やアメリカのドルに価値があるのは信用があるからだって言うんですよ。みんなが信用してるから円はお金として機能するんだ。確かにそうですね。円、1万円札に信用があるからあんな紙切れペラペラだけどもお金として通用する。いや、それはそうなんですけど、じゃあなんでその信用があるのかっていうと、国に対する信頼だって言うんですよ。なんか曖昧な気がするんですよ。国に対する信頼って具体的にどういうことって、ね、いや、私の考えでは、日本銀行が日本のものと、そのものっていうのは食べ物だったり水だったり電気だったり冷蔵庫だったり家だったりっていう土地だったり扇風機だったりね、今使ってるカメラだったりこの本だったり、そういうものとお金のバランスを取ることによって、お金っていうのは物をやり取りするための媒体としてちゃんと使えるようになっていると。で、その上で法律によって1万円札をお金と認めますよって決められてるから、で、それがセットになって国に対する信頼が持てるから、日本の円はお金として機能してるんだっていうふうに解釈してるんですけども、単純にみんながお金だと思ってるからお金なんだよっていう話ではないと思うんですけどね。その辺がね、ちょっとあまり詳しく書かれてないので、なんかごまかされてる感じがちょっと否めないなって思うんですよ。で、大塚さん曰く、
ビットコインの信用はどこから生まれるのかっていうと、誰も偽造改変できないことだっていうんですね。いや、それはそうなんですけど、でもそれはお金として機能するためのもう絶対最低限必要なことであって、その偽造改変できないことがそのお金として信用できるっていう理由にはならないんじゃないかなと思うんですよね。例えば中国だとなんかその偽造通貨、偽造紙幣とか出回ってるからお金に対する信頼がないって言われるじゃないですか。それに対して円はあの偽造しづらいですよね。なんか1万円札とかすごい精巧にできてますし、その偽札とかあんまりね作れないですよね。なんか以前おもちゃのお金をお店で使って逮捕されたとかいう事件がありましたけど、もう明らかに偽造しちゃうとバレるんですよね。だからあの確かに偽造できないことはそのお金に対する信用の一要素であるんだけど、でもそれだけでは不十分じゃないかなって思うんですよ。それからビットコインが信用できる2つ目の理由は、特定の国や企業の思惑に左右されない点だって言うんですね。つまりどっかの国がたくさんお金すっちゃいとか言ってバン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 お金を発行したりできない仕組みになってるから、ビットコインはお金として信用できるんだっていう話なんですけど、でも私はこの考えにも納得できなくて、いやいやいや、日本だったら日本の思惑に左右されないとお金って機能しないんじゃないかって思ってるんですよ。つまりその日本の経済状態、いろいろとこう景気も良くなったり悪くなったりするわけじゃないですか。でその都度日本銀行が世の中に出回るお金の量をコントロールしてますよね。そうやって、あ、今ちょっと景気が過熱してるから引き締めようとか、あ、ちょっと今景気悪いからもっとお金バンバン出してあの刺激していこうとか、もうそういう思惑を働かせないとお金ってなかなか機能しないんじゃないかなとね、まあ、ちょっと保守的かもしれないけどそういうふうに思うので、私は特定の国や企業の思惑に左右されないことが仮想通貨が信用できない理由の一つになるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。まあ大塚さん曰く、日本が崩壊しない限り円は暴落しないだろうというのも信用であるならば、特定の国がコントロールしないから信用できるというのも信用であって、どちらを信用するかはあなた次第で、これは信仰に近い宗教みたいなものだって書かれてますね。まあ宗教だと言われてしまうと、まあね、もう仮想通貨教の人たちとはちょっともう考え方がもう根本的に違うから、もうね、住み分けするしかありませんっていう話になっちゃうんですけどね。あとそれからビットコインが信用できる3つ目の理由は、ビットコインの総量があらかじめ決められてる点だっていうんですよ。つまり、2100万枚だったかな、そう、ビットコインが2100万枚発行された時点で、それでもうそれ以上発行できないっていうふうに決められてるんですよ。で、有限であるからこそそのインフレーションを起こしにくい、だから信用できるんだって書かれてるんですけど、これもやっぱり宗教的な考え方の違いで、私はあのお金というのはあの理論上無限に発行できる方がいいと思うんですよ。つまりこれから日本の人口がどうなっていくのか、日本の生産力、日本の富がどうなっていくのかっていうのは予測できないですよね。まあ日本で言ったらちょっと分かりづらいですけど、発展途上国ってこれからどんどん人口が増えてさらに経済的に発展していくっていうことが予測できるわけじゃないですか。その中で我が国のお金はもう何万円枚までしか発行しませんって決めちゃったら、それ以上のお金が出回らなくなっちゃって窮屈ですよね。だから基本的にはインフレを起こさないようにするためにお金が出回る量は抑制するけれども、ただ状況によってはいくらでもお金は出していけますよっていう仕組みにした方が通貨としては機能するんじゃないかと私は思ってるんですけど、まあね、それはその日本の中央銀行が優秀だからっていう面もありますけどね、中央銀行がだらしない国だったら、まあ、ビットコインのようにあの最初から発行量決まってるっていう方がマシだっていう考え方も、まあ、なくはないかなとは思いますけどね。だからね、議論したいのはまさにそこなんですよ。私はお金というものは
物とのバランスを取らなければ機能しないと思ってるんです。で、物とバランスを取るためには日本だったら日本全体を見渡して日本銀行がコントロールするというのが最善の策であって、やはりみんなが信用してるからお金なんだっていうわけにはいかないんじゃないかと思うんですけども、その辺のね、根源的なところがかゆいところに手が届いてないので、ちょっとしっくりこないところはあるんですけど、まあそれは置いときまして、あとそれからビットコインの取引に使われているブロックチェーンの技術について書かれてるんですが、まあ、個々の取引の情報を一つのブロックにしてまとめて承認してるんだっていうこと書かれてまして、ほんほんほん、そうなんですね、というね。ただその一つのブロックを承認するのにだいたい10分くらいかかるらしいんですよ。で、承認されなければその取引が正しいっていうことが認められないわけですから、そうなるとお店とかでビットコインで支払いますって言ってもその支払いに時間かかってしまいますよね。だからその時間を短縮するためになんかその信頼できる取引所同士のやり取りだったら承認のその作業を短縮するシステムとかそういうのもね開発されてるんですよとかね、あとその取引の手数料を高くすることによって優先的に承認してもらえるシステムがありますとか、まあ、その辺も書かれてるので、まあどういうふうにねビットコインが使われてるのかっていうのは、まあ、分かったんですけど、あとブロックチェーンは一本の鎖になっていて枝分かれしないようになってるので一方にしかこうつながっていかないらしいんですよ。だから前の取引を改ざんしようとするとその全部それを変わってしまうので、そういうなんていうの、改ざんしにくいシステムになってるんですよとかね。あとそれからビットコイン以外の仮想通貨についてもちょっと書かれてまして、イーサリアムっていう仮想通貨は例えば不動産の取引をするときに、例えばこの家、まあ、家も自分で買ったんですけど家を登記するじゃないですか。この家は歩き人のものですよっていう、そういう登記情報っていうのをそのイーサリアムのブロックチェーンの中に含ませることによって、その不動産の売買っていうのと登記っていうのを一緒くたにこうやってしまうっていう、まあ、そういう画期的なシステムが使われてるんだとかね。あと銀行間のその大きなお金の移動のためにリップルっていうのが使われてるとか、まあ、その辺も書かれているんですけども、結局仮想通貨でやり取りするときの諸問題、お店でビットコインを支払ったときに取引完了までに時間かかってしまう点については有料な取引所同士だったら承認の手間を省きますよとか、あるいはお店がビットコインを受け取ったときにその時は1ビットコイン10万円だったけど明日になってみたら1ビットコイン8万円になってしまって損してしまったじゃないかっていう問題については、その受け取った時点での円ベースの値段を保証するサービスっていうのも開発されていて、まあ、そういういろんなこう新しい技術によって、まあ、その辺の諸問題解決しようとしていますってことで、まあ、結局さ仮想通貨ってなんかこう値段が上がったり下がったりするっていう投機的な面ばかりに着目しちゃうけど、結局技術はまだ発展途上だってことなんですよね。まあ、この本書かれたのが2017年3月25日なんで、で今喋ってるのが2018年8月なんですけど、まだまだその仮想通貨っていうのは生まれたばかりというか生まれてもいないというか、まあ、実際実用性ないわけですからまだ生まれてないんですよね。だから今仮想通貨に投資だとかなんて言って仮想通貨を持ってる人たちっていうのは、まあ、実験用マウスというかもう動物実験の段階みたいな、そんな感じなんだろうなとね改めて思いましたね。だから大塚さんはこの本の中で仮想通貨は信用できるお金なんだ、国際通貨なんだって主張しているけれども、いや私はこの本を読む限り仮想通貨はお金ではない、 お金ではなくてそれ自体には価値はないんだけれども、お金をやり取りするときの潤滑油として使えるようにするための発展途上段階、開発途上なんだろうなって
思いましたね。例えばクレジットカードでお店で買い物するときはさ、クレジットカードの読み取り機ってあるじゃないですか。読み取り機にこうヒュッてこう挿入して、ピッピッピッて暗証番号を入力して、それで取引完了ってやりますよね。で、そのカードの読み取り機自体は自分たちにとっては必要ないですよね。消費者にとっては、そのクレジットカードの読み取り機っていうのは、クレジットカードを使うために必要ではあるんだけども、別に自分が持ってる必要はないじゃないですか。その、なんていうかな、その取引に必要なそのものであって、お金そのものではないし、それ自体は、別に自分が持っとく必要はないし、自分にとって別に何も価値はない、価値はないっていうか、そのいらないですよね。だから仮想通貨も同じで、クレジットカードの読み取り機だったり、IC カードをピッてやるその IC カード読み取り機みたいな存在なのかなって思いましたね。だから仮想通貨を使って何の問題もなく物をやり取りできる仕組みが完成したときに、自分たちは仮想通貨を持つ必要はなくて、例えばお店で物を買うときには、電子マネーの、例えばナナコとかスイカとかパスモとかそういう電子マネーのカードをピッてやることによって、それが瞬時にその仮想通貨の取引所とつながっていて、瞬時にビットコインに両替されて、やり取りされて、瞬時に円に切りかまた両替されて、お店にそのお金が渡るとかね。あるいは海外送金するときに、ピッてやったら、瞬時にビットコインに両替されて、両替されたビットコインが瞬時にドルに切り替わって向こうの銀行に送られるみたいなさ、なんかそういう、その、なんていうのかな、潤滑油としての機能っていうのはこれから期待できるのかなとか、まあ、そんなことを思いましたね。だからよくさ、仮想通貨はこれから普及するんだ、世の中に広まっていくんだ、だから今のうちに買っておくのが賢いんだっていう人がいて、いやいやいや、ビットコインは通貨として成り立たないじゃん。仮想通貨なんてお金として成立していないんだから、これから普及するわけないじゃんって私は今まで批判してきたんですけど、その普及するっていうのは、自分たちが仮想通貨を誰しもが持つようになるっていうことではなくて、そのお金とお金とのやり取りの中で裏方として普及するっていう意味だったら、あり得るのかなとは思いましたね。つまり自分たちにとっては仮想通貨って普及しないんですよ。ビットコインを私が手にする時代は来ないと思うんだけど、ただ自分が何かお店で買い物するときに、その裏方としてビットコインのような仮想通貨が活躍する時代っていうのはもしかしたら来るのかなってね。そういう意味ではビットコインがあり、リップルがあり、イーサリアムがありっていうように、いろんな仮想通貨が裏方で使われるってことはあり得ると思うんですよ。つまり自分たちは円しか持ってないんですよ。日本人だったら円しか持ってない、アメリカ人だったらドルしか持ってないんだけれども、その物の売買の裏側で、こういう場合はビットコイン、こういう場合はイーサリアム、こういう場合はリップルみたいな感じで、その裏で何かこうお金をやり取りするときの潤滑剤として使われることはあるのかななんてね。まあ、そのパート5、フィンテックが実現する未来ではってところで、今まで人力でやっていたお金のやり取りとかね、銀行の仕事をその新しいテクノロジーによって自動化して簡略化してコストを下げていくっていう、そういう技術がね、今開発されてますよみたいなね、ことも書かれていて、結局そういうことじゃないですかね。つまり今自分たちは銀行を利用しているけれども、銀行内部の仕組みを自分のものにしているわけではないじゃないですか。 ATM っていうのは銀行のシステムであって、そのね、自分が ATM を持っているわけではないし、 ATM の技術が自分の中にあるわけではないでしょ。けどと同じように、その大塚さんよくこのフィンテックの発達によって、その仮想通貨っていうのは利用されるようになるのかもしれないけれども、それは別に自分たちが持つ必要はないんじゃないかなとね、私は思いましたけどね。だからさ、この本は冒頭にビットコインの値段がこんなに上がってるんですよってね、で、こんなに上がってるビットコインを買うためにはこうしたらいいんですよ、こういう要因でビットコインの値段が上がるんですよとかね、そういうことが書かれているんですけれども、本質はそこじゃないんだろうなって思ったという
ことで、ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、まあ今更聞けないビットコインとブロックチェーンのね感想をお話ししました。まあ一言でまとめちゃえば、ビットコインのような仮想通貨は自分にとってはいらないものだし、これからもいらないだろうけれども、ビットコインのような仮想通貨の技術はこれから裏方で使われるようになるのかもしれないなぁと思いましたというお話です。ありがとうございました。